ナヒーラとニーローの確保優先度は、ナヒーラ優先です。ニーローも結構優先度は高いけど。まあ、ニーローの優先度は原神のやり込み度合いにもよるわ。まあ、とりあえず、ナヒーラ持ってない人は絶対ナヒーラ引いてください。うん。あ、わかんないけどね。なんか 3.7 で、カズハ復刻、勝利復刻とかになったら悩むんですけど、まあ、そんなんわかりようがないので。まあ、ナヒーラ持ってない人はナヒーラ確保してもらっていいかな。イエランと同じぐらいは強いので、うん、イエラン引いた人に言っとくと、イエランと同じぐらいには強いと思うので、イエランよりほんのちょっと下ぐらいやけど、それぐらい感動すると思うので引きましょう。ニーローはマジでコスパの塊なので、螺旋12層今すぐにでもクリアしたい初心者の人とかはニーロー引いた方がいい。今原神始めたてです、螺旋頑張っても6層ぐらいが限界だっていう人がニーロー確保したら一気に3層分ぐらいは駆け上がれると思う。ただ開花パーティーに縛られるから、もうすでにガチパがいくつもいくつも組めてる人は別にニーロー必須じゃないな。ただコスパが神ですね。コスパが神だから、もうすでに育成とか住んでる人はそこまで優先度高くないかな。螺旋今すぐにクリアしたい人とか、強くなりてちょっと敵きちいわっていう人はニーローだいぶお世話になると思うかな。な感じです。 3.4 から始めた民で、はい 3.4 回答祭か、 3.6 のガチャ引こうと思ってるんですが、引くならナヒーダですか。はい、ナヒーダです。下半身で選ぶなら圧倒的にニーローなんですけど、ここよりいやー、まあ、下半身がうずいたキャラ引けばいいんじゃない。まあ、どうなんですかね。まあ、正直ナヒーダめちゃくちゃ強いんで、まあ、ナヒーダ超えの草元素キャラ出てこないと思うんだけど、白術がナヒーダ超える世界線もありえなくはないから、まあ、ウィンティーカザハみたいな前例もあるしね。まあ、どうですかね。あ、でも、まあ、好きなキャラ引いてください。ただ、ナヒーダはね、引かなきゃいけない理由が多すぎるから、まずこの、射程が頭おかしい元素スキルね。で、これ、ワイヤーの距離長いからな。これで、3人全員に草ダメージ入る。頭がおかしい。ナヒーラ引けば、特産品。そこら辺に生えてる海霊石とか、サウマラタハス、カルパラタハス、ルッカデバッタタケとか、これで特産品ピッと取れるし、スメール人だったら心の声も聞けて、限定ボイス。ナヒーラがいないと聞こえないボイスが聞けるし、どう？ナヒーラ引かなきゃいけない理由は多すぎる気がする。強さだけじゃなくてね。やっぱ神様は全員引くべきだと思うしな。やっぱナヒーラは引きましょう。この間、イベントでさ、イベントでリサがさ、スメールに来たじゃないですか。で、スメールにナヒーラの元素スキルで、リサの心の声が聞けて、可愛い子ちゃん、スメールに来てこんなに成長しているのね、みたいな。なんかそういう心の声が聞けたんよ。ナヒーラいない人は聞けなかったんよ。いやー、ちょっと別次元だと思うけどな。引いてください。ということなんで。まあでもニーロー好きなら、両方引こう。正直両方だと思います。下半身を信じます。今のアヤカと次のナヒーダどっち引けばいいですか？うん、いい質問ですね。アヤカはアタッカーの中でも最上位帯のキャラです。でも、原神はサポーターの方がアタッカーよりも優先されるゲームで、ナヒーダはサポーターで最上位帯ですから、まあアヤカかナヒーダどっち引いた方がいいかって言われたら、私はナヒーダって言うわ。言うてアヤカも強いけどな。あ、でもナヒーダ草元素最強だしな。みんなが白術とナヒーダどっち引くかって聞かれたら、多分ナヒーダ引く人の方が多いんよね。まあまあさすがにナヒーダかな。私が無課金アカウント持ってたら、あ、でもアヤカも欲しいっすけどね。原神といえばアヤカだから。